ボーイのラストギグから2ヶ月半、ボーカリスト氷室京介は今何を感じ、何を考え、どんな活動を始めようとしてるんだろうね。5月のニューヨークからお届けするよ。ここね、2週間、3週間ぐらいね、最初にCF って言って、CM みたいなやつでコマーシャルフィルムっていうのを撮りにロンドンにずっと1週間行ってて、それから帰って、で今度ロスアンゼルスへ、シングルのレコーディングで行って、で今オフでニューヨークだから、結構ね頭の中ちょうどシャッフルされててね、ぐっちゃぐちゃで。前からねやりたかったの、そのなんていうの、ミュージシャンっていうと大概音楽やるでしょ、そうじゃなくてもっとビジュアルをこうアピールしたさ、遊びみたいな部分でビジュアルをうまくアピールして、氷室京介っていうキャラクターをうまくこうみんなに見せていくみたいなことをやりたかったんだけど、できなかったからね、それはもうボーイをやってる時からずっとさ、人を驚かせ続けていたいとか、いつも刺激的でいたいとか思ってたけど、取り立ててソロになったからじゃあ何をやろうとかさ計算してはないよね。ただソロになったがゆえにできる、例えば今回の CF にしてもそうだし、できることっていうのがたくさんあるから、そういうのをどんどんやりたいことをこう整理してやっていくっていうのが今の状況だと思うね。今結構ゴテゴテしたのが多いじゃない、音楽ってさ、すごい裸だね、イメージとして。バンドってさ、例えばステージとかやった時に、なんていうのかな、バンド自体が持ってる緊張感ってあるじゃない、相互の。で今度はそうじゃないと思うね。だからそういう部分は、まあやってみないとわからないけど、違うんだろうなと思う程度のものかな。うん。だからある程度自分を、自分で例えばステージに上がった時に演出していかないとダメなんじゃないかなっていう気はしてるけど、具体的にどうすればいいとかいうのはね、頭じゃわからないし、多分なんか今までもそうだったけど、オーディエンスの前にポンって出た時にその時の瞬発力の計算だろうし、きっと前の日に考える計算じゃないもんね。初めてそういう海外のさ、ミュージシャンとやったの初めてじゃん。でいい意味で自信になったと思うよね、自分の中で。別に負けてるとも思わないし、でいつもギタリストとボーカリストってさ、まあ他のメンバーも一緒だけど、こうなんか相互の戦いみたいなさ部分では、相手が変わってもあんまり変わんないよね。俺はいつも氷室京介だしっていうさ。ただ確かに布袋とやって長かったから、その布袋が弾くだろうフレーズみたいなののさ、なんていうの、懐かしさを求めちゃうみたいなさ部分は多少あると思うんだ、絶対。こう来たら来たこの先そこ行かないもん、そこは行かないよね、絶対。そういう時に例えばふっとね、自分たちがやってきたことっていうのはバッと一瞬こうフラッシュバックしたりもちろんするよ。ボーイっていいバンドだったなと思うしさ、でもだからそれをずっと続けていくんだったら、多分解散してないと思うし、だから違うものっていうか違う刺激をどん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 欲しいがゆえにやめたわけだから、そういう意味ではすごいやりがいっていうかさ、毎日楽しいよ。その解散の理由についてはさ、もう他にでき、そのボーイの4人でできることをさ、最初に4人で組んだ時に頭の中に描いてた自分たちがやりたいこととかさ、やるべきことっていうのをもう全てやったんじゃないかなと思ったっていうのがさ結論なのね。でじゃあもうやめるしかないっていうさ、それを3年とか4年とかさ持続するのは結構きついし、でそれを決めてから、なんていうの、もうステージで俺すぐ言っちゃいたかったのね本当は。でもまあいろいろね、そうもいかないから、その辺でずっと結構ステージやりづらかったりもしたけど、その4月の5日一番最終日にステージやって、それ全部チャラになったんじゃないかなと思うぐらいいいステージだったと思うから、いいんじゃないかな。あとはね、その過去に何をやってきたかっていうことよりも、これからみんなが何をやっていくかっていうことの方が俺やっぱ興味あるよね。例えば
世界でさ、やっぱ自分ですごいボーカリストだって言われたい夢ってやっぱどっかにあるわけじゃない、うん、でそれを実現するために例えば今回みたいにチャーリーとやってみたりとかさ、で俺がダメでもホテイが行くかもしれないし、ホテイがダメでも松井が行くかもしれないし、まこちゃん行くかもしれないわけじゃない、だそういう意味ではさ、すごいやっぱ俺みんなのファンだし見ていきたいと思うし、よく雑誌でさ俺と例えばホテイをライバルっていう風な言われ書かれ方とかしてたけど、うん、俺ホテイのことライバルだと思ったこと一度もないのね、うん、そこがソロとバンドの違いだと思う、うん、バンドの中のメンバーをライバルだと思ってたら、うん、バンドって絶対その良さは出ないと思うんだ俺はね、それは俺の持論だけど、うん、俺はやっぱりホテイを最高のギタリストだと思ってたし、松井を最高のベーシストだと思ってたしっていうさ、そういう部分でやってたから、ライバルっていうのは違うよね絶対。俺はいつもそのボーイで4人でパンってステージに立つじゃない、うん、そしたら絶対前にしか注意をしてなかったもん、うん、うん、それは一緒だと思うよ、ホテイにしても松井にしてもまこちゃんにしてもさ、ある言い方をすればそれがギタリストかボーカリストをうまくフォローしてることであったかもしれないし、それをまあ結構面白おかしくライバルみたいなさ、うん、書かれ方結構してたけど、離れたらライバルじゃない、うんうん、ミュージシャンとしてね、うん、気持ちいい、うん、ファンになれないようなやつライバルにするの嫌だもんね。今はバンドを離れたからじゃないのかもしれないけど、すごくなんか精神的に自分をリラックスさせるのは今の方が楽だよね。ある程度なんていうの、こう気づいてきて上り詰めたものを自分たちでまたさゼロに戻したじゃない。でゼロの気楽さっていうかさ、そういうのがあるから、まずねデモテープ作りにどのくらいかかった、2ヶ月ぐらいかかったかな。でとりあえずそのスタジオに入ってせーのっていうかさ、じゃあ回してくださいって言ってボンボンできるほど楽器うまくないから、自分でミキサーとレコーダーと全部とりあえずできるようなもの買って、で自分のうちでほとんどねもう起きたらやって終わったら寝てっていう感じで、ただ新しい歌い方だとかさそういうのでチャレンジしてみたい部分っていうのはたくさんあって、で前よりもね今回も歌入れすごい時間かかったわけで、そういう自由が効くじゃない。そう歌に時間を割けるっていうさ、でその中で正直言って煮詰まったりとかさ何回もするんだろうけど、でそれはそれで結構すごい気持ちいい刺激なんだよね。おいいじゃんって言って軽くその場をこう通過しちゃうよりさ、自分の中で OK が出てもいや自分が納得がいかなかったらもう一回っていうさ、そういうアイドル歌手みたいなことやってみたかったんですよ昔からもう一回やらせてくださいみたいな。ボーイはもうほとんど一発だもん。うん、 OK 取ってじゃあ歌入れるって言って、で歌ってあ良かったねじゃあ今ので OK って言って、もうそう歌なんて2チャンネルも使わないよな。結構リアリティを追求したいなと思ってる。だから自分でやってきたさ、例えばシュールな世界とかも好きだけど、とりあえずそのあ最初は裸に戻るっていうのすごい頭にあるのね。ゼロに戻りたいと思うのね。今までボーイで作ってきたさことを気づこうとしてやってきたことを今度は俺ぶっ壊さなきゃいけないと思うんだ、ある意味で。だからすごくなんていうのかな、それもでもあんまり計算じゃなくてさ、本当に自分の素直な気持ちを出せばそれがリアリズムだと思うから、そういう風な方法を取っていくと思うよきっと。うん、でも基本的にはさぐうたらだからそんなに望まないのね、あんまりいろんなものを、何が欲しいこれが欲しい、自分のなんていうの、自分がいつも納得していなきゃ嫌だっていうさ、最終的に大事なものはそれだけだから、だから気が楽だよね別に。自分ももちろんミュージシャンなんだけど、本当にさっき言ったようにさ周りを見てすごくワクワクしてる一ファンでしかないからさ、日本の音楽シーンを見ながら絶対良くなってるっていう実感あるしさ、あるでしょ。もういい加減本当にチャラチャラ周りが祀ってくれてさ、なんか偽物がこうポンって出てポンって売れて、いやー嬉しいなみたいな世界は終わると思うよそろそろ。音を聞いた時点でみんな多分
すごいガチョンに感じたりとかさ、すると思うね。だからそれはそれですごくいいんじゃないかな。みんなボーイの中での俺しか知らないわけで、その中で氷室京介を判断してるわけじゃない。でも悪いけど氷室京介それだけじゃないからさ、あくまでもその日本に返すためにっていう風に捉えるとすごく嫌なんだけど、その氷室京介っていうさ、人間に返すためにいろんなとこを動き回っていろんなことやってるだけだから、自分でいろんなもの見て楽しい思いしたりとか、新しいものを知ってさ、自分のバカさ加減知ったりとかさ、新しい刺激とかを覚えたりとかさ、うん、すごくいつも自分に自分に返す人だから、そうしていかないと何かあった時にさ、周りのせいにして生きてる人もたくさんいるじゃない。そういうの嫌だからさ。ボーカリストとして何年も歌えば歌うほど自覚は出てくるよね、うん、そんないい加減なもんじゃないんだなっていうさ、責任を持たなきゃいけない。そうそうそう、いつも自分で責任を持たなきゃいけないんだなっていう。ボーカリストでそれをやった人っていうのは皆無じゃない。坂本九がビルボードで1位取ったって言ったって、それはもうなんていうの、もう一過性のもんだから。で、なんかそのバックボーンがいろいろあったんだろうし、そうじゃなくて本当に歌う人としてさ、氷室京介っていう東洋人がなかなかすごいっていう風に言われたいっていうのは夢だよね。何をやったかよりも何をやろうとして生きてるかの方が俺全然興味ある人だからさ、自分自身に対してももちろんそうだし、そうやって気がついて、例えばボーイの中でもさ、下手な英語でいつもアルバムの中に1曲英語でやったりとかさ、すごい恥ずかしいわけ本当は。でもその恥ずかしいのをさ、自分の中でこううまく全部排除してさ、やることなんじゃないかなと思うしね。でこれからも多分やっていくんじゃないかと思うし、詩って絶対テーマだと思うのね。その小細工っていうかさ、手法じゃないと思うんだ絶対に。その何をその歌で歌いたいかっていうさ、その何を歌いたいかっていう部分じゃない。例えば俺が歌いたいことがないんだったら、歌いたいことが今はないぐらい俺はへんてこな生活をしてるっていうのが歌かもしれないしっていうさ。だ、日本の場合さ、歌謡曲とかでもそうだけど、そうじゃないの多いよね。キラキラした言葉をこう選んできて、それをこう適当に散りばめてっていうさ、うん、ね、まあそれがいけないとは言わないけどさ、そういうのが好きな部分もあるんだけど、自分の中でそれだけと思ったらつまんないもんだもんね。もうやっぱり泉谷さんの歌とか聞いて俺痛いし、やっぱ痛い歌も歌いたいよね。ハスに構えてるばっかりじゃなくてさ、ステージはそのボーイでやってたようなさ、なんていうの、いろいろアイデアを出しながらみんなでやってたから、それがメンツがこう変わってまたアイデアを出しながらやっていくだけだと思うんだよ。そういう部分に関してはほとんど違いないと思うんだ。モジョの1周年は本当におめでとうございます。今までそのいろんな雑誌とか音楽雑誌とか出回ってて、でビデオでミュージシャンをすごく語ったりっていうのはすごい斬新なことだと思うし、これからも機会があれば俺どんどん出させてもらおうと思うし、